こんにちは、速稼塾ニュースです。最近安倍総理の顔色が悪いことにお気づきではないでしょうか。その原因が分かりました。実はですね、黒川さんと例のね、賭け麻雀の黒川さんと徹夜麻雀をして大負けをしたそうです。安倍総理はすでに麻雀の負け分を公費で支払う意向を固めたそうです。黒川さんへの負債総額はおよそ3万5千円。こんなこともあろうかと準備していた予備費10兆円からオンラインで振り出す模様でございます。振込銀行は三井住友銀行。徹夜明けの3日未明、記者のインタビューに答えて、手続きにつきましては平和記念式典までには躊躇なく空前絶後の規模で済ませたいということです。